私は生命保険のセールスレディーをしている58歳です。1年前に脳梗塞で夫が他界し、それ以来第二の人生を謳歌しようと心に決めました。生前夫は大手の管理会社に勤め、転勤がよくある会社でした。入籍して半年ほど過ぎた頃、転勤が決まったと夫から知らされ、辞令を見せられました。場所は県外で車で2時間ほどしたところ。新婚でしたし、私は夫と離れるのが嫌で、ついて行こうかと持ちかけましたが、君の人生を邪魔するわけにいかないからと言って断られ、今も独身時代から働いている生命保険会社で勤めています。夫が転勤場所に出発する前、私は不貞しないか心配になり夫に念を押しました。すると夫は、心配しなくても大丈夫だよ。毎日電話するし、週末は必ず帰ってくるよ。と言ってくれました。その日から私は毎日夫の健康状態を気にし、毎晩の電話で不規則な生活になっていないかと聞いていましたが、夫は私の心配など気に留める様子もなく、大丈夫だから心配するなと言っていました。お互いの生活もあるので、夫との電話で話すのは約1時間程度。それでも愛を伝えてくれ、私を気遣ってくれました。そして約束通り、週末は必ず帰ってきてくれ、夜の関係も持っていたので、愛されているという実感はありました。そんな感じで転勤族の夫との夫婦生活は始まり、家に帰っても一人でいることが普通。夫との間に子供もいませんでした。夫が転勤先で生活するようになって数年が経った頃からでしょうか。電話の回数は自然と減り、週末も帰ってくる回数が減ってきました。私の方から電話してみても、今日は疲れているからとか、泥酔しているという理由でろくに話もせず、たまには帰ってきてねとねだっても、俺も仕事で疲れているんだ。分かってくれよ。車で移動するだけでも大変なのに。と言い出したのです。そこで、私の方から夫の暮らしている社宅に初めて行った時のことです。夫の暮らしている家に入ると、ゴミ屋敷になっていました。転勤が多いのなら、家事は一通りできるのかと思い込んでいたので、夫の家に入った瞬間びっくりしました。お菓子の袋やスーパーの惣菜やカップ麺の容器が散乱。洗濯物も散乱していたので、いつもこんな感じだったのかと聞くと夫は、ああ、お前と結婚する前は母さんが頻繁に来て家事をしていてくれていたんだが、母さんが他界してからはこんな感じだよ。と言われました。その時、夫にはマザコン気質があったのかと知り、ゾッとしました。それからは私が通って家事をすることにしました。その際も夫は感謝を忘れず、食事も美味しいと喜んでくれていたので、苦労することはありましたが、なんとか生活していました。その後も夫が他界するまでに何度も転勤先は変わりましたが、その度に私が月に1回程度家事をしに通い、今まで生活していました。普段は電話はなく、私からかけても、今いい気分で飲んでいるから、また今度な。と断られる始末。電話をした際に気づいたのですが、夫はどうやら外出先で飲んでいることが多いようでした。もともとお酒が大好きだった夫ですが、それでも電話をするたびに飲み歩いているようだったので、
不貞を疑ったこともあり、週末に入念に女性を家にあげていないか私物を確認したり、夫の行動を監視したりもしましたが、怪しい行動はありませんでした。そんな感じで夫と連れ添ってきたのですが、突然夫との別れを告げられました。その日は平日だったのですが、偶然にもお友達と会うために休暇を取っていた時に、私の携帯の電話が鳴りました。番号は夫からでしたが、仕事は始まっているはずです。どうしたんだろうと不審に思いながら電話に出てみると、相手は夫の会社の部長からでした。とりあえず話を聞いてみると、始業時間になっても夫から連絡はなく出勤してこないので、不審に思った部長が社宅を訪ねたところ、意識不明で倒れている夫を発見。すぐに会社の近くの病院に救急車で運ばれたらしく、私にも来るようにと言われました。詳しい症状は分かりませんでしたが、とにかく駆けつけなければという思いで車を走らせ、病院に到着しました。待合室で部長や医師と合流しましたが、夫は私が到着する5分前に他界したと医師から聞かされました。その後分かったことなのですが、夫は脳梗塞を患っていたらしく、職場検診でも再検査が出ていたのですが、夫は軽視して放置していたとのことです。部長も再検査を夫に促していたようなのですが、それでも検査をしなかったとその時に初めて聞きました。あまりにも衝撃的な別れで涙すら出ず、他人事のような感じでした。おろおろしている私に部長は、私がお手伝いしますから落ち着いてと言ってくれました。部長は若い頃に葬儀場で働いていた経験があるらしく、夫のその後のことを段取りよく取り持ってくれ、葬儀もスムーズに終わらせることができました。そして生前夫が使っていたスマホから衝撃的な秘密が分かったのです。亡くなる寸前に住んでいた家は自分の実家、両親は他界で生活していたのですが、そこは田舎で飲み屋街があるところまでは車で1時間ほどかかります。飲んだ後は車で帰れないし、足もありません。それでもよほど飲みたかったのでしょう。夫は飲み屋街から歩いてでも帰れるマンションの一室を私に無断で借りていたのです。そのことは夫が他界した翌月になってから、マンションの管理人から家賃の催促が来たことで発覚しました。管理人から詳しく場所を聞き、とりあえず行ってみたのですが、その一室は簡易ベッドがあるだけで散らかした様子はありませんでした。急いで簡易ベッドを片付け、管理人に家賃を払って解約の手続きをしました。そのことを知った時は、呆れて物も言えませんでした。もうこれ以上何もないだろうと思い、会社の制服や備品の返却、いろんな書類の作成、他にも夫が他界したことで銀行や保険金の請求、その他にも遺族年金やさまざまな名義変更までする羽目になり、何度も夫の転勤先や会社に出向かなければいけなくなりました。その際に分かったのですが、定期預金にあるはずだったお金がなくなっていたのです。その定期預金は私と夫が結婚してから協力して少額ずつ貯めていたお金で、定年退職してから2人で大切に使おうと約束していたものでした。
定期預金の通帳や印鑑は夫が管理していましたが、生活費はきちんと夫からもらっていたので問題ないと思っていました。長年貯めていたので数百万になっていたはずなのですが、夫はそんな大金を何に使ったのか、スマホの履歴で何かわかるかもしれないと、真相を知るべく私は夫のスマホを再び手に取り調べ始めました。すると頻繁に女性と電話していた履歴が残っており、解約前の夫のスマホから恐る恐る電話をかけました。すると数回の呼び出しで、もしもし、最近お店にも来てくれないし、私のこと嫌いになったの？と朗らかな声がしました。声質からすると30代くらいでしょうか。私が意を決して夫とはどういった関係なのか聞くと、女性は飲み屋街のガールズバーで働いている女性で、夫には金銭的な援助を受けていたとのこと。改めて事情を話すと、夫はそのガールズバーに通い彼女を指名、連絡先も夫がしつこく聞いてお金を貢いでくれたので教えたとのことでした。念のために飲み屋街の付近のマンションの一室を借りていたことを知っていたのかと聞くと、案の定知っていて、そこで関係を持ったことも複数回あったようです。そして夫からは私の存在を知らされていなかったようで、電話した時に驚かれました。そして私に、ご主人のことはご愁傷様です、でもお金はご主人の判断で使っていたわけですし、私は関係ありません、慰謝料なども払うつもりはありませんから、これ以上しつこく電話するなら警察沙汰にしますと言われ、強引に電話を切られました。今さら他界した夫を責めることはできず、怒ったところで大金が戻ってくるわけでもありません。夫が他界してからは怒りと同時に裏切られたという悲しさだけが残り、響き休暇が終わっても立ち直れず家に引きこもっていました。同僚や上司も気を使って毎日のように電話や LINE をくれていましたが、対応する気にもなれませんでした。そんな感じで過ごしていましたが、数ヶ月が過ぎ、さすがに職場に復帰しましたが、やはり夫に裏切られていた衝撃が大きく、食事や睡眠もろくに取れない生活を送っていました。そんなある日、夫の会社の部長夫婦がうちを訪ねてきたのです。部長から、お久しぶりです、その後どうしているかと思い様子を見に来ましたと声をかけられました。部長には夫の他界した後の書類作成や口座の名義変更などでもお世話になり、秘密で借りていたアパートやガールズバーの女性に貢いでいたことも知っています。部長の奥さんは、主人から話は全部聞きました、本当に大変だったわね、でもこれからは第二の人生を自分のためだけに生きてね、同年代だから私とも仲良くしましょうと言われ、奥さんと連絡先を交換しました。その日から奥さんと頻繁に電話や LINE で世間話をする仲になり、いつしか二人で会って食事やお茶までするようになりました。それが楽しみの一つとなりつつあったある日、奥さんから、ちょっと紹介したい人がいるんだけど今度連れてきてもいいかしらと切り出され承諾しました。その時は深く考えず、奥さんと仲のいい女性なのかくらいに思っていたので、当日も普段着のまま待ち合わせ場所の喫茶店に行きました。すると奥さんの隣には
部長とは違う中年男性の姿がありました。私が席に着くと奥さんはその男性のことを紹介し始めました。何でも趣味で入っているサークルの仲間だそうで、私と同じように数年前に奥さんが他界したんだそう。彼は紹介されると朗らかに笑い、3人で雑談をしましたが、悪い印象は受けませんでした。別れ際彼の方から、連絡先を交換してくれませんか？今度はぜひ2人だけでお茶でも。と言われました。その時は恋愛するつもりはなく、ただのお茶するだけの友達のつもりで連絡先を交換しました。しかし徐々に2人だけで会う機会が増えてくると、親近感も湧いてきて、また同年代で同じようにパートナーを失っているという共通点もあることから、彼の前で将来の不安を口にしてしまいました。すると彼は真剣な口調で、第二の人生、私と歩んでみませんか。今まで妻以上の人は現れないと思っていましたが、あなたとなら考えられると思いました。と言われたので、でも私には老後の貯金もそんなにないし、と正直に答えると、ある程度の事情は聞いています。私も決して裕福な暮らしをさせられる自信はありませんが、これから2人で頑張って働けばいいじゃないですか。と言ってくれ、それから交際に発展しました。彼とはあまりお金をかけないデートが多かったのですが、交際して半年ほど過ぎた頃、初めて彼の家に遊びに行きました。亡き夫とは違って、きれいに整頓された部屋を見て、夫のようにだらしない人ではなく、真面目で誠実な人なんだなと思いました。その時に第二の人生をこの人と過ごすのも悪くないのかもしれないなと思い、その日彼の家に泊まることにしたのです。その夜は、何かお互いの心の傷を癒すかのように、お互いを優しく扱いながら素敵な夜を過ごしました。夫が亡くなってから知った秘密はいろいろとありましたが、見抜けなかった私にも責任があるし、あの世に行った夫に今声をかけるとしたら、隠し事をしながら遊んだ日々は楽しかったですか？と聞いてみたいです。